ちょっとしたきっかけが未来へ紡ぐ初めの一歩に、幸せの種。今回幸せの種をまいているのは、品川区の介護施設で働く松本さやかさん。おかえりなさい。どうだった？楽しかった。あれ、ここお家じゃないですよね。学校から娘が帰ってきました。これから就業時間まで一緒に過ごしながら働きます。松本さんの職場ではおなじみの風景。働くママのそばで子供は自由に過ごします。普段施設内であまりお話をされないお年寄りが、子供が来ると話しかけてくれたり、笑顔が多くなったりと、ここの雰囲気を温かく安心な場にしてくれています。子供の存在が笑顔の花を咲かせています。松本さんの幸せの種とは？やはり具合が悪くなった時とかに気を使わなきゃならなかったりとか、お互い様だよって今は言ってもらえるのでありがたく感じてますし、これはここの会社のいいところじゃないかなと思います。お互いに助け合いながら働きやすい環境を。松本さんが未来に咲かせたい夢。もっともっと活躍できる世代だと思うので、子育てしながらでも家庭と仕事と両立していける環境がどんどん広がっていったらいいなと思います。地域で支え合う子育てと介護、あなたの幸せの種は今どこに？